日清食品ラーメンの極み塩ラーメン、ノンフライ麺にエシャロットオイルがついていて粉末スープと粥が最初から入っています。麺はノンフライなので輪郭はシャキッとシャープな印象です。ただもう少し緩さがあってもいいと思います。スープは透明感があり、旨味や香りが自己主張しています。キャベツは多く、チップ状の肉も入っています。麺、スープ、野菜、肉、みんなそれぞれ存在感があるんですが、残念ながらそれらの味があまり融合してない印象を受けました。